えとこの記事のポイント2つ目ですね、えー、というのが、やっぱりそのなんでそのわざわざあデジタル化するかっていう、その年々複雑化、俗人化していたっていうところですね。えーまあ、あのこちらの企業、まあ、IT 系の企業さんですけど、えー、IT き、えー、企業っていうのはです、ねえー、よりその実態をは把握するスピードを上げたいとかあ、生産性の高いところに特に注力したりとか、いったあの変化のスピードが非常に激しい。 業界とか企業様になると特にそのニーズが高くなるんですけれどもそれに伴ってですねそれを管理するそのスプレッドシートですね尊敬管理するスプレッドシートの構造がどんどん複雑になっていくするので組織変更が激しいと構造が複雑化してですねよりその本部側の方のニーズといいますか業務負荷が高くなって本来やりたいと思っている戦略的な仕事とか KPI の サイクルというか、PDCA サイクルを見たいとかいったところにえどうしても行きづらくなるというところが、この一事例に限らず、ですね特に IT 企業様に多かったり、ベンチャーとかですねよく多いニーズだと思うんですけど、スピードをより意識したビジネスというか、ああいう場合には特にこういったニーズが高いかなと思っているのがえポイントですね、補足事項になっております。 でえー、と3つ目ですね、えー、とちょっと息してすみませんが、えー、最後、えー、ポイントの足事項としては、